通り池国土交通省国土画像情報をもとに、作成通り池通り池は、沖縄県宮古島市の下地島の西岸にある池で、ある、下地島の通り池として、国の名称及び天然記念物に指定されている、下地島北部の海岸近くにある大小2つの円形の池で、海側の池が直径75メートル、水深45メートル、陸側の池が直径55メートル、 水深25メートルである。地上からは2つの池が並んでいるように見えるが、これらは地下部分で繋がっており、さらに海側の池は、ほら穴で海とも通じている。通り池という名は、このような池の構造に由来する。この地形は、海岸にあった小乳道が波によって侵食されて大きくなり、天井が部分的に崩落して形成された陥没ドリーに、 海水が侵入したものである。池の周辺には石灰岩が点在するカレンフェルトと呼ばれるカルスト地形が発達している。この池は海とつながっているために潮の干満につれて水面が上下しサーモクラインによって色が変化して見える。また、深度によって塩分濃度や水温に差があるため多種多様な魚介類が分布しておりサーモクラインによる神秘的な景観とも相まって 絶好のダイビングスポットとなっている。このような地形は希少であり、また、周囲に学術上貴重な植物が分布していることから、通り池は2006年7月28日に国の名称及び天然記念物に指定されている。名称と天然記念物との二重指定は33年ぶりのことである。なお、この指定によって通り池でのダイビングが規制を受けることはないとされる。 神秘的な景観を見せる通り池にはいくつかの伝説が残っている。ユナイタマ伝説昔、この付近の木泊村には二軒の家があった。そのうちの一軒に住む漁師がユナイタマを捕らえ、半身を切って林家にも分けた。ユナイタマが海に助けを求めると、大波が三度押し寄せて、ユナイタマを運び去り、波が引いた後には二軒の家があったところが、ぽっかりと池になっていた。また別の形では、 漁師の名は後ろ前高っちゃっといい。夜仲間は人面魚体の人魚で食べるために炙られて母人魚に助けを求めたため津波が起きたことになっている。この伝説中の大波とは1771年の八重山地震の津波ともされる。しかし、この伝説と同じ内容の伝説が名和の大津波以前の1748年に書かれた宮古島記事室に記載されており、 先島地方には、明和の大津波以前にも何度も津波が襲来しているので、この伝説はそれらの津波に由来するものとも考えられる。宮古島記事質疑には、ユナイ玉は呪言であるという記述はない。対象、昭和初期に活躍した郷土史や稲村剣識は、ユナ玉で海の精霊のことだとその著書の中で解釈している。京史伝説昔、 下地島に住んでいた漁師が妻に先立たれ、残った子を育てるために5歳を迎えた。三人は仲良く暮らしたが、やがて自分の子が生まれると、5歳は、先歳との間のまま子を怒ましく思うようになった。ある日、男が漁に出かけると、ママ母は二人の子供を通り池に連れ出し、京師の兄を滑りやすいツルツルとした岩場に、実子の弟をごつごつとした岩場に寝かせた。 ママ母は夜中にツルツルとした岩場に寝ていた子を通り池に突き落とすと残った子を背負って一目散に家へと走り出した。すると兄弟がいないことに気づいた背中の子はママ母にこう尋ねた。弟はどうしたの優しい兄には岩がゴツゴツして眠れないという弟と場所を変わってやっていたのだがママ母はそれを知らずに自分の実施を池に突き落としたのだった。 間違って我が子を殺したことに気づいたママ母は自分も道理池に飛び込んで命を絶ったという。これは海側の池にまつわる話で、現在でも池のそばにはママ次第と呼ばれる岩場が残っている。ありがとうございます。